国際社会はこの戦争犯罪人を本当に裁くことができるのか、詳しく見ていきたいと思います。山本さん、プレゼンお願いいたします。はい、その戦争犯罪は国際条約によって禁止されています。まずはジュネーブ諸条約では、文民や医療機関の保護、無用の苦痛を与えます兵器の使用を禁止しているんです。で、その他にもハーグ陸戦条約などいろんな条約で禁止をしているんです。で、ロシア軍の民間人の虐殺などの疑いが強まっている中で、先月です、ロシアの戦争犯罪追及するために捜査を開始したということなんです。では捜査はどこが行っているんでしょうか。2003年にできました ICC 国際刑事裁判所です。対象はジェノサイド、集団殺害犯罪、戦争犯罪、そして人道に対する犯罪、侵略犯罪で、戦争犯罪を犯した個人を対象に逮捕状を出しまして裁判を行うことになっているんです。では過去の出来事を見ていきましょう。2003年です。北アフリカのスーダンでダルフール紛争が起きました。ここでおよそ30万人が虐殺されたんです。ここで国際刑事裁判所は2009年に当時のバシル大統領らに逮捕状を出しました。で、この紛争が起きて20年近くが経とうとしているんですが、まだ逮捕はされていませんし、裁判も行われていないということで、時間が経っているということがわかります。では今回のウクライナ侵攻、捜査対象は誰なのか。それはプーチン大統領なのでしょうか。見ていきましょう。元国際刑事裁判所裁判官で中央大学法学部の尾崎特任教授によりますと、捜査対象はまずロシア軍の指揮官だということで、プーチン大統領については犯罪への関与があれば逮捕状を出すとしています。ではどんな捜査を行っていくんでしょうか。まずは遺体を調査すること、目撃証言を集めていく。で、これ難しいかもしれませんが、誰が指示したのか、こういった証拠を集めて逮捕状を出します。しかしプーチン大統領はウクライナの自作自演だと否定していますので、逮捕には高いこれハードルがあるんです。で、この高いハードル、もう一つ理由があります。実はロシアはこの国際刑事裁判所に加盟をしていないので、もしプーチン大統領に逮捕状が出されても、ロシアは身柄を引き渡す義務がないんです。しかしプーチン大統領がもしロシア国外に出た場合、訪れた国が国際刑事裁判所に加盟している国であれば、その国が逮捕し引き渡さなければならないという決まりがありまして、外交制限されることが考えられるんです。専門家によりますと、逮捕状が出れば国際指名手配犯のようなもの、ロシアから出国しづらくなるだろうというふうに指摘しています。